いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。8月に入って僕の鑑定のお仕事は妊活のお話がすごく増えてきてるんやんか。年間通して妊活のご相談はすごく多いんやけれども、特に今年は8月に入ってから妊活のご相談が増えたなって、そういう印象を受けてるんやんか。必ず8月やから妊活の相談が増えるっていうことではないんやけれども、たまたまね今年の8月は妊活のご相談が多いかなって、そういうふうに思ってるんやんか。んで、まあ、これについて天界の神様がそうやって妊活の相談が増えてるんやったら、 YouTube を通して妊活のお話を皆さんにしてあげたらいいんじゃないのって、そういうふうに言ってもらったんやんか。何かほら、心が柔らかくなるきっかけになったり、ワクワクするきっかけになったり、何かヒントを掴んでもらえたらって、そういう思いが女神様にはあるから、だからね、YouTube でそういう話もしてあげてくださいって、そういうふうに言われたんで、今回は、妊活のお話を皆さんとシェアしようかなって思ってるんやんか。まあ、今回もすごく面白くってためになる、そういうお話になってるんで、どうぞ最後までお付き合いください。まあ、僕たちは今こうやって地球で暮らしてるでしょ。それは輪廻転生ね、生まれ変わりの旅として、今回はこの地球にやってきました。で、この地球の暮らしを通していろいろ学んで、霊覚を上げて、いつか天国にその経験を持って帰るね、そういう風な輪廻転生の旅を僕たちはやっているね。で、基本的には、魂っていうのは天国での暮らしが長いんやんか。基本的にはずっと天国で暮らしてるの。んで、天国には自分が住むお家があるんやんか。で、そこには、一緒に住む家族がいるんやんか。家族と僕たちは一緒に暮らしてるの。で、もちろん、僕みたいにね、一人暮らしの魂さんもいるし、同性とか新婚さんとかね、そうやって二人で暮らしている、魂さんもいる。お友達とシェアして複数で、一緒に暮らしているっていう、そう、魂さんもいる。だから、僕たちのこの地球の暮らしと天国の暮らしっていうのはほとんど変われへんねやか。んで、まあ今回ね、僕たちはこうやって地球に転生してきてるんやけれども、こうやってまた、転生がしたいな、転生を通して、いろんなことを学びたいな、そして霊覚を上げたいなって、そうやって希望する人は役所に行かなあかんねやか。で、役所に行って手続きをしないといけないの。なんかざっくりと、こういう星に行って、まあ大体こんなことを学びたいなって、それを神に書いて提出するんやんか。そこには神様がお仕事してるからね、役所の神様がいるから。で、その内容をチェックしてもらわないといけないんやんか。もちろんタブレットもあるから、タブレットが得意な人はタブレットで入力してその内容を提出するね。んでね、天国っていうのはものすごい広い世界やから、私は輪廻転生はあんまり興味がないから、だから天国で旅をして、でそこでいろんな経験を積んで霊覚を上げていきたいっていう魂さんもいっぱいおるんやんか。んで、こうやって輪廻転生ね、旅行をしながら、いろんなことを学びたいなってね、ほんで、霊覚を上げていきたいなって、そういう魂さんもいっぱいいてるっていうことね。んで、まあ、そうやって役所に行って転生の許可をもらわないといけないんやけれども、まあ、その、どこそこの星に転生したいですって言ってても、その、自分の魂レベルがあるでしょ？自分の霊覚があって、この霊覚に合った星を選ばないと、転生の許可は、出ないんやんか？これはあなたの魂レベルでは、ここの星は、レベルは高すぎるから、逆に何の学びにもなりませんよって。ね、全然ついていけないと思うよって。だから、一回書き直してくださいって。別の星を探して、ね、ほんで、もう一回提出してくださいって、そういうふうに言われるんやんか。
んで、そうやって、許可が必要なんやけれども、その、どこの星に行きたいのかって、これね、指定はせずに提出するでしょ。もう、とにかくどこでもいいから転生したいですって、行く星は神様が、その役所の都合で決めてくださいって、そうやって言って、提出するでしょ。ほんなね、すぐに決まるんやんか。これね、もうどこの星でもいいからとにかく転生させてくれっていう、そういう提出の仕方したら、これ一番早く決まるんやんか。審査がね、ほとんどないから。あ、わかりましたって。ほんならここの星人気ないから、ここの星に行ってくださいって。ほんならすぐ行けますよって。こないなるんやんか。やっぱね、人気ない星があるんやんか。やっぱり争いばっかりの星ももちろん存在するし、ね、まだまだ、その、なんやろ、この、時代が全然進んでない、すごく原始的な、そういう星だっていっぱいあるし、ね。だから、そういう星っていうのはなかなかね、転生したいっていう希望を出す人がおらへんねんやんか。だからね、人気がない星っていうのもあるの。でもね、この地球っていうのはね、どっちかっていうと、人気がある星なんやんか。どっちかっていうと、そっち側なんやんか。もっともっと人気がある星はいっぱいあるけれども、まあ、地球はかろうじて人気がある、ね、そっち側の星なんやんか。だからね、地球に転生したいって言っても、なかなか許可ってね、もらえないっていうね、このケースが多いんやんか。ね、まあ、地球っていうのは、これから、どんどんほら、次元が上昇していくってね、それ選ばれた星やから、もういっぱい神様の生まれ変わりもやってきてるし、ね。で、すごく意識が高い人間たちもこれからどんどん増えていくっていう、ね、すごく今ね、活気があるそういう星やから、どっちかっていうと人気がある側には入ってるんやんか。ね。んで、まあ、一回こう提出するでしょ。んで、まあ、ひとまずお家には帰るんやんか。で、許可が出るもちょっと日数がかかるから、んで、まあ、お家で待機しています。んで、後日、連絡が入るんやんか。まあ、おめでとうございます。転生の許可がおりましたよって、ね。ほんなら、次ね、役所から神様のお使いが迎えに来るんやんか、お家まで。んで、一緒にまた役所に行くんやんか。で、これ不思議なんやけれども、お家から役所に向かう道中で、どんどんね、僕たちは、大人の姿はしてるんやけども、その道中でね、どんどんね、子供の姿に戻っていくんやんか。んで、役所に着いた頃には、もうすっかりと子供の姿に戻ってるんやんか。んで、その子供の姿に戻って、今度また役所で、人生の目的っていうのを、また、紙に書かないといけないの。ね。タブレットが得意な人はタブレットで入力する。例えば恋愛を経験して、で、その人と結婚を目指したいです。んで、子宝に恵まれて子育てを経験したいです。スポーツ選手を目指したいです。お友達いっぱい作りたいです。ね。例えば地球という、その食文化。ね、楽しみ尽くしたいです。地球という場所の、いろんな土地を見て回りたいから、旅行ではなく旅を経験したいです。で、いろいろ書くんやんか。んで、それをまた、提出するの。役所の神様に提出するんやんか。んで、内容をチェックしてもらうんやんか。んで、なんか、自分の身の丈を超えた内容が書いてあると、これね、君のその霊格やったら結構これ無茶ぶり書いてるから、これは許可することができませんって、こういうチェックも入るんやんか。んで、一旦ちょっと書き直してくださいって、ね、書き直しをさせられる。ね。このね、書き直しっていうのは何回もできるんやんか。もう一回こっきりじゃないんやんか。何回も、もう書き直して提出、書き直して提出って、とにかく許可がもらえるまでは何回も書き直すことができますっていうこと。ね。んで、その、内容には人生の目的と、どこそこのね、星に行きたいって最終的な決定を書かないといけないやんか。んで、まあ、神様がこれチェックしてもらって、で、OK、ね。こう許可できますって、ね。備えになったら最終チェック、ね。意思確認をしてもらうんやんか。すんごいええこと書いてるわって。ね。
これね、すんごく面白い人生になると思うわって。ほんで、最終確認があって、このね、あなたがこの人生の目的いろいろなんか書いてるけれども、これで、あなたは人の役に立つことができますかっていう最終確認をされるんやんか。例えば、恋愛を経験したいです。ね、その大恋愛みたいなものを経験したいですって、あなたこれ書いてますよねって。ね、この大恋愛を通して、そのパートナー、ね、恋人に、役に立つことできますかって。それは、この恋愛というものは、私利私欲ではないですかって。ね。これね、確認されるの。僕たちは私利私欲では絶対転生できないから、これどこの星もそうなんやんか。私利私欲は絶対あかんから、必ず人の役に立つっていうこと。自分がその恋愛を経験して、すんごく楽しい気持ちになって幸せになりました。で、その幸せな気持ちで、相手も幸せにすることができる。ね。相手のこともちゃんと思えれるかって。例えば子宝もそうなんやんか。子供が欲しいです。ね。ただそれだけやったら私利私欲やから、転生の許可はもらわれへんやんか。自分が、子宝に恵まれて、そうやって嬉しいでしょ？喜ぶでしょ？その、喜んだその気持ちで、その子供に対してどんな愛を与えることができるのか。どういう子育てがしたいとか、どういう教育を教えてあげたいとか、ね。人の役に立つっていうことを、ね、それを前提としないといけないから。で、人の役に立てます。ね。必ず立ってきますって宣言できたら、転生の許可をもらうことができるっていうこと。やっぱそこで、って悩んでしまったら、もう一回人生の目的書き直してくださいって、もう一回書き直しさせられるんやんか。結構ね、厳しいんやんか、この転生するっていうのはね。んで、次、その、まあ、許可を得ることができた、その、魂さん、子供の魂さんは、次ね、お空の上の世界に移動するんやんか。僕たちがこうやってお空を見上げたら、雲が流れてるでしょ？そこの雲のやや上に、世界があるんやんか。雲の上の世界があるの。そこの雲の上の世界には、子供たちが待機するお部屋があるんやんか。で、その他にも、ペガサスとか、ユニコーンとか、鳳凰とか、キリンさんとか、ああいう存在も、お空の上にやってきて、僕たちのこの地球の人たちのために働いてくれてるんやんか。もちろん、天国、天界にもいるし、お仕事として、お空の上までこうやってきてくれる、ね、そういう魂さんがいてるんやんか。んでね、まぁ、こんな感じ。まぁ、これ以前にもね、紹介したんやけれども、なんかこんな感じになってるんやんか。ね。こうやって、まぁ、竜さんもね、竜さんもお空の上の世界にいるんやけどね、鳳凰さんとか、ユニコーンとか、ペガサスとか、ね。いろいろ、キリンさんとかね。で、こうやって、子供たちが待機するお部屋があるんやんか。ね。このお部屋の形は僕こうやってオーソドックスな家の形を描いたんやけれども、なんかキューブ型とか、なんか六角形とか、いろんなね、形のお家があって、そこでね、みんな待機しとくんやんか。んで、そこのお部屋の中で何をするかっていうと、モニターがあるんやんか。そのモニターには、たくさんの女性が映ってるんやんか。ズームみたいな感じで、いっぱい女性が映ってるんやんか。そのモニターがね、たくさんあるの。そのお部屋の中にはね。各部屋の中にはたくさんのモニターがあるんやんか。んで、神様が、君のご縁のある人、ね。担当してくれる神様がいるから、ね。神様もいっぱいおるんやんか。お空の上にね。んで、君のご縁のある女性は、だいたいね、こっからこの辺までが、君ご縁あるわって、ね、ざっくりと言ってくれるんやんか。で、この中から、君が、どのまま、誰をママにしたいのか決めなさいって、そうやって言ってくれるんやんか。んで、その、モニターの中から、ママを選ぶの。そのね、モニターの中は、その女性たちのね、私生活が映ってるんやんか。ね、女性たちの暮らしが映ってるの。んで、あの人、あんな暮らしをしてるんかなとか、この人、ああ、こんな感じのことをして、こうって人生生きてるんやなって、いろいろ観察するんやんか。ね。
うん、で、この人をママに決めたって選ぶんやんか。ほんで、その、選ぶでしょ？ね。で、そのことを神様に報告に行くんやんか。ほんで、この人をママにするって。んで、神様がまたいろいろ確認してくれるの。君の、ご縁、君の人生の目的は、なんか、君こんなこと書いてるよねって、ね。役所に提出した人生の目的の用紙あるでしょ？それをね、控えはちゃんと自分で、そのお空の上の世界まで持ってやってくるやんか。で、それを神様が見ながら、この人生の目的を叶えていこうって思ったら、この女性の、今のこの生活環境あるでしょ？な、まあ、こんな感じで、達成することができると思うわって。ね。まあ、この女性やったら、まあ、多分、サポートとかもしてくれると思うで、とか、ね。いろいろ確認してくれるんやか。それでも構えへんかって。こんな人生になると思うでって、大体の予測ね。こんな感じになると思うでって。で、それで OK です。ね。この人をママに決めます。ね。そうやって宣言したら、神様が、その女性と、そのね、子供との間に、エネルギーとエネルギーでね、ご縁をつなげてもらうんやか。ご縁をつなげてもらって、親子の契約が結ばれるんやか。そこで初めて親子の契約が結ばれるっていうことね。んで、その後、子供は、ずっとね、モニターを見て、ママの観察をするの。んでね、ずっと観察するんやけれども、それなんでかっていうと、誰をママにするかって決めるでしょ？モニターがあって、誰をママにしようかなってモニターを見て決めるでしょ？でもね、もうほとんどの子供たちが、ママを選ぶ理由っていうのは一目惚れなんやんか。このね、一目惚れでママを選ぶっていうのがね、一番多いんやんか。この人は前世でこうやったから、またこの前世の続きでこういうこの女性と、学びの続きをしたいとか、なんか、前世でこんな出来事があったからとか、天国でこの人とはこういう関係やったから、何かここリベンジしたいなとかって、こんなことね考える子ってね、ほとんどおらへんやか。まあ、中にはおるけれども、ね。ずーっとね、考えて考えて誰にしようかなって。そうやって選ぶ子供もおるけども、ほぼすべての、子供たちは一目惚れで決めるの。あのママ可愛いとか、ね、優しそうとか、面白そうとか、友達いっぱいいそうとか、そんな感じででも第一印象で決めてまうから、何にも知らんねやか？さっきその、ほら、そのモニターには、ズームみたいな感じで、たくさんの女性が映ってて、その私生活が映ってるって言ったでしょ？で、もう一目惚れで決めてしまうから、ほとんどその私生活なんか見てないやんか。で、もう第一印象で、何も知らん状態でママを選んでるから、ね、そのママとの契約結ばれた後は次ね、ママの勉強をしないといけないの。そのお部屋で、そのまたモニターを見て、ほんで、あ、ママってこういう仕事してるんやとか、あ、ママって怒りっぽい人やったんやなとか、あ、お友達結構少ないんやなとか、そうやってね、勉強するの。ね。ほんで、まあ、子供やから、ずっとそんな勉強もしてないんやか、すぐ飽きるから、んで、そのお空の上の世界があるでしょ？ね。その世界の、またやや上に、また、ある世界があるんやか、そこには、おもちゃ屋さんとお菓子屋さんと飲食店とかそういうのが、ある世界があるんやか。んで、子供たちは、モニターでママのことを観察することが飽きたら、神様に言って、ちょっとおもちゃ屋さん見に行きたいからついてきてって、ね。神様が付き添いをしてくれるんやか。んで、おもちゃ屋さんに行って、おもちゃを選んだり、好きなお菓子を買ったりね。これね、子供に関しては、これ、ね、ただでもらえるんやんか。ただでもらえるっていうか、ただで貸してもらえるかな。ただで、レンタルできるんやんか。んで、自分の好きなおもちゃを、持って、またそのお部屋に戻って、そのおもちゃで遊んだり、お菓子食べて、こうやって時間を潰してる。ね。そういうね、お部屋の姿があるんやんか。んで、さっきね、こうやって、
竜さんとか鳳凰とかね、ペガサスとか、ユニコーン、キリンさんとか、このお空の上の世界でお仕事してるって言ったでしょ？ね。こういうね、存在たちも、子供たちの遊び相手もしてくれるんやんか。こういうユニコーンとか、ペガサス、キリンさんとか、こういう人たちね、僕たちのこの地球の人たち、人間とか動物とか、そういう人たちの暮らしをサポートするお仕事を、お空の上まで降りてきてやってるんやけれども、でもね、すごく優しい人たちやから、優しい存在やから、もう、神様意識の人たちやから、そうやって暇そうな子供がいてたら、一緒に遊んだろかって言って、例えば竜さんやったら竜の背中にね、子供を乗っけて、お空飛び回ってあげたりとか、ユニコーンじゃない、ペガサス？ペガサスなんかは本当に、背中に子供たちを乗せてあげて、またね、天国とか天界まで帰ってくれたりするやんか。で、また、お空の上まで、こうやって戻ってきてくれてって、ね。そういうね、遊び相手をしてくれるの。そうやってね、素敵な存在たちが相手しながら、ね、子供たちが、暇しないように、ね、こうやってね、一緒に、過ごしてくれてるんやんか。んでね、すごく面白いのが、そのモニターあるでしょ？モニターでママのことを観察してるって言ったでしょ？このモニターっていうのは操作できるんやんか、自分で。この操作っていうのは、そのモニターは、一応ね、360度見渡すことができるんやんか。自分でビーって押したら、そのカメラがちゃんと移動して、ママを中心に360度の景色は確認することができるやんか。で、あと、上下とかね。操作で、上下のその風景は、見ることができるやんか。んで、基本的にはママのことを映してるんやけども、こうやって操作することで他の景色を見ることができます。ほんなら、例えばそのお部屋の中に、パパがおったら、パパのことも観察することができるんやんか。だから、基本的にはママのことを観察するためのモニターやから、基本的にはママのことしか観察、勉強してないんやけれども、一緒に妊活をされてるパパさん、ね、パパさんは、自分も、お空で待ってくれてる子供たちに自分のことも見てもらいたいな、パパのことも勉強してもらいたいなって思うんやったら、ね、パートナーのそばにいてあげて、で、スキンシップを取って、ね、その素敵な時間を過ごしてあげて、ね、別の部屋におったら、そのモニターでは、パパのことは観察できないから、ね、基本的にはママしか映してないから、これは、やっぱり子供は、女性とのご縁やから、男性は申し訳ないけれども、きっかけやから、ね。だから、まあ子供好きの男性もたくさんいてるでしょ？ね、子供欲しい、子供欲しいってそうやって思う男性もいてる。ね。そういう男性もね、やっぱり子供に自分のことアピールしたいでしょ？それやったら、パートナーのそばにおって、ね、自分のことも見てもらうって。んで、そのパートナーに優しくしてあげるとか、パートナーとのね、時間を、大切な時間を過ごしてあげる。面白い、楽しい、ワクワクの時間を過ごしてあげるって。パパはこんなに面白いやつなんやでとか、めっちゃ優しいやつなんやでっていうことにどんどんアピールしていかないといけないね。そうしないと、パパのことは観察してもらえないからね。ほんで、まあ、ある程度、まあ、こう観察していくんやけれども、その間に、神様、自分のことを担当してくれた神様は何をしているのかっていうと、ただぼーっとしてるわけじゃないんやんか。その人生の目的あるでしょ？いろいろ神に書いた人生の目的。それをね、その人生の目的を、果たしていく、達成していくためには、自分自身にも才能って、ね、個性って必要でしょ？ね。だから、こういうね、個性のね、玉があるんやんか。そのお空の上の世界では、こうやってね、ちょっとこれ、インカメラで撮ってるから字が反転してて見にくいと思うけれども、こうやって、好奇心の玉とか、ね、影響力の玉とか、ね、優しい玉とか、いろいろね、こういう玉がね、あるんやんか。この玉を、自分は、例えば、スポーツ選手を目指したいって言ったら、例えば、洞察力の球を
持ってくるんやんか。ね、足が速い。そういう球も持ってくるんやんか。あと何が必要なんかなって、例えば仲間思いとか、まあ、チームプレーのね、そういうスポーツやったら仲間思いとか、ね、いろいろ自分でこうやって拾ってくるんやんか。取ってくるんやんか。んで、それを神様に預けるんやか。こんだけいろんなものを自分の人生の目的で必要なものを取ってきたで、言うて。ね。で、まあ、それも内容も神様チェックするんやけどね。自分あれちゃんって、この才能も持っておかないと多分足れへんと思うでって、もう一回取っておいで、とか。そのなんか勇気とか、ね。なんか愛とか、癒しとか、その辺も必要やと思うわで、自分あれを妊活したいんやろって。ね。妊活するんやったら、そういうなんか、愛情とか、思いやりとか、いると思うわって、それも取っときとかって言って、取ってくるんやんか。ほんで、ここすごくポイントになるんやけれども、僕たちは魂がママの中、ママのお腹に降りていくでしょ。んで、でもね、これね、お腹の中に降りるんはね、魂だけじゃないんやんか。実は、肉体。この僕たちのこの肉体あるでしょ?この肉体も神様が作ってるんやんか。そうやって、自分の人生の目的、こんな人生を生きたいですっていう、その人生の目的を果たしていける、その肉体を神様が作るんやんか。いろいろね、プログラムしていくんやんか。こういう人生の目的やったら、こういう体を作っていかないといけないなとか、例えばほら、そのなんか芸能人目指すみたいな、ね、それにはやっぱり美貌が必要とか、それやったらちゃんとそういう顔を作らなあかんやんか、ね。なんか、ほんとスポーツ選手を目指すとかって言ったら、そういうなんか肉体を作っていかないといけないとか、ね、勉強頑張りたいっていうんやったら、そういうなんか脳の作りとか、そういう体を作っていかないといけない。んで、そうやって神様が肉体を作ってくれてる。んで、そうやって自分でもここで個性という才能の玉を持ってきたでしょ。んで、それを神様に預けて、全部神様がその肉体の中に、その、子供たちが選んできたその才能の玉を全部入れていくんやんか。で、いろいろこうカスタマイズしていくんやんか。その子専用の体を作っていくんやんか。ほんで、その体、めっちゃちっちゃいんやけどもね。ちっちゃいんやけれども、そのね、体を持って、その魂の子供たちはママのお腹に降りていくっていうこと。んで、その、肉体の中に魂が宿って、で、そこに、ママとパパの情報が入っていくんやんか。ね。なんか例えばほら、顔つきがちょっとお母さんにとか、性格はお父さんにっていう、そういうことなんやんか。肉体の中にママとパパの情報が入っていくんやんか。ほんで、とつき10日があって、お腹の中で子供が大きく育っていって、後に出産されますって、ね。そういう感じになってるんやんか。ほんで、ここもすごくポイントなんやけれども、妊活で、例えば、病院に行って、特に、女性も男性も、特にその肉体的に問題はありません。そうやってお医者さんに言われました。ね。だからまあ、自然妊娠を目指していかれても、あとタイミング法とか、そうなんでも、ちゃんと子供はできると思いますよって、そうやってアドバイスを受けた。ね。でも、一向に、妊娠しません。ね。妊娠したけれども、なかなかうまくいかんかった。ね。もう何年もかかってるんですって。ね。私たち夫婦は子供が欲しい。なんでって。そういうふうにね、思われるね、悩んでる方っていっぱいいるでしょ。これね、多くの理由っていうのは、これね、その肉体を神様が作るんやけれども、このね、肉体を作るんがね、めちゃめちゃ時間かかるんやんか。もうね、それだけのいっぱいの情報を入れていって、いっぱいカスタマイズをしていかないといけないから、その子専用のものを作るわけやから、やっぱね、時間がかかるんやんか。だから、いくらお空で子供がね、あの人をママに決めたって言って契約が結ばれた子供がお空で待っていたとしても、で、ママとパパがこの世で、営んで、妊活を行っていたとしても、肉体ができてないから、妊娠には至りませんっていうこと。ね。だから、なかなか子宝に恵まれないっていうことが起きるんやか。めっちゃ時間かかる。ほんで、さらに、ただでさえ、すごく時間かかるんやか、肉体を作るのって。
でもね、さらにね、これね、子供がね、いっぱい注文をつけるでしょ？もうどうせやったら、転生した時にモテたいって、もうとびっきり男前にしといてとか、ね、めっちゃ可愛い顔にしてとか、身長、ある程度これぐらいの身長は欲しいとか、絶対その方が人気者になれると思うし、とか、ね。やっぱ、スタイルが良くって、性格が良くってやったら、婚活もそんな苦戦せえへんと思うし、そこあんまり時間かけたくないって、ね。なんかね、自分なりにね、自分なりに、あのね、注文する子がね、いるんやんか。で、そのね、注文を出すと、神様も、それ許可できる内容やったら、ああ、そう、わかったわかったって言って、なんや、転生してモテたいんかとか、ね。そうやって、注文をして、許可をもらうことができたら、そうやってね、神様もね、カスタマイズをするんやんか。で、そのね、注文が、多かったら、やっぱその分、時間がかかるんやんか。だから、ね、なかなか、これといった理由がないのに、なかなか妊娠ができないっていうね、そのご夫婦は、肉体がね、なかなかまだ出来上がってないっていうことやから、お医者さんにそうやって、まあ、妊娠は、すると思いますって、特に問題もないですってね、そうやって言われた方は、どうぞ、妊活続けてください。ね、子供できるんでね。んで、よくね、その妊活をされてる方で、やっぱりね、まあ、こっちのこの世で、何年も何年も、なかなか、妊活うまいことできない、なかなか妊娠に至らないって、やっぱり悩むと思うんやんか。すごくね、ご夫婦で喧嘩になってしまったりとか、ね、そういう状況があると思うんやんか。でもね、お空の世界っていうのはね、すごくね、ハッピーな世界やし、基本的に、子供やから、ね。子供やから、ほんと、保育園とか、幼稚園とか、あれぐらいのレベルの子供たちばっかりなんやんか。だからね、もうね、すごくね、もう楽しいばっかりのね、暮らしをしてるんやんか。なんか誰それ、あの子がおもちゃ取ったとか、ね。ちょっとお菓子食べて時間潰そうとか、昼寝したりとか、もう子供たちと遊んだりとか、さっき言ったように、キリンさんとかリュウさんとか、ペガサスとか、ああいう存在が遊んでくれるし、すごいね、ハッピーな場所やから、いくら、ママとパパがそうやって悩んでても、あんまりね、心配しては見てないやんか。どっちかっていうと、こっちの楽しいばっかりに集中してるから。だから、まあ、中にはね、ちょっと神経質な子供は、心配してる子はたまにはおるけれども、ほとんどは、もうあんまり気にせんと、そっちの世界のことをね、楽しんでるんやんか。だから、すごくね、温度差があるんやんか。まあ、こっちのご夫婦は、結構どんよりしてるけれども、でも自分たちのことを待ってくれてるお空の上の子供たちってね、ハッピーで過ごしてるから、だから、ここね、温度差はね、埋めていかないといけないやんか。だから、上の子たちがその大人たちに合わせるっていうことはできないから、子供たちもどんよりするなんかできひんから、だから、ご夫婦がお空の子供たちに合わせてあげないといけないやんか。だから、楽しく妊活をしてほしいの。ほんなら、ね、温度差がね、合ってくるんやんか。ね。んならね、妊娠もしやすくなっていくんやんか。よくほら、妊活って、やっぱり笑顔でやりましょうとか、ね、楽しくやっていきましょうって、そうやって、発信されてるでしょ？それね、そういうことなんやんか。もう、お空はね、楽しくやってるから、こっちどんよりしてたら、たとえそれ肉体が出来上がってたとしても、こうやってね、お空から、ママとパパのこと見たときに、いや、なんか怖いなって、めっちゃ眉間にしわ寄ってんなとか、いや、ちょっといや、行きたくないわって拒絶する子がおるから、で、神様が、もうちょっとほんなら待っときって、ね、中が、ママとパパの、その中がちょっと改善するまでちょっと待っときって、ね。まあ予定日は、お腹に行く予定日はこの辺で大体予定してたけれども、まあちょっと一旦放流にしときって言って、それで、来ないっていう子供たちもいっぱいいるから、だから、笑顔で妊活をした方がええやんか。そういうね、流れになってるの。だから、僕も、この鑑定でよく言うんやけれども、特別何か理由がないんやったら、
ほんと笑顔で、愛を楽しんでほしいんやんか。どうせほら、夫婦長く一緒にいるんやったら、いつまでもその営みを持てる関係性の方が絶対いいと思うし、妊活の時だけ営みがあるなんて、ちょっと寂しいやんね。それ悲しいと思うんやんか。やっぱりラブで始まった二人なんやったら、ね、ずっとそのラブの状態で、ずっと添い遂げる方がいいから、もうなんか年も年やし、そんな関係ももううっとこもないんやんかって、ちょっと嫌でしょ？なんかそんな冷めた感じの夫婦って。やっぱりいつまでもそういうのってあった方がいいと思うから、やっぱりこの妊活の時も、なんか義務の営みじゃなくって、やっぱ笑顔の愛で溢れた営みの方がね、絶対いいと思うから、そこで変にトラウマを残して、夫婦生活やっていたら、もう結構ね、うっところ、もうそんなもう、嫌な雰囲気でね、まあ頑張ったんやか、まあ無事に、子供できたからいいけれどもって、そういうご夫婦ってやっぱ愛の部分が冷めてるから、夫婦であって尊敬し合ってる間柄であってもそういうことってね、なんか男女の関係がなくなっていくからね、やっぱそこで変なしこり残してしまってたらね、今後のためにもならないから、やっぱりここは笑顔で妊活できるようなね、互いのご夫婦のその工夫っていうのもね、すごく大事になってくると思うんやんか。んでね、もう一つ、すごく面白い、お話があるんやけれども、さっき、肉体、神様が作るって言ったでしょ？ね。その子の人生の目的がこんなんやから、まあ、こんな感じで、こんな感じでって、ね。肉体を作っていく。ね。んでね、その人生の目的の中に、子供を、産みたいです。産んで育てたいですっていう人生の目的を書いてる女性おるでしょ？これね、例えば、みんなね、何人欲しいですってね、書くんやんか。ただ単に子供が欲しいですじゃなくて、もうちょっと具体的に、書かないと審査は通らないから、転生の許可は下りないから、だから子供が欲しいです。産んで育てたいです。何人産みたいです。ね。人数だけ書くんやんか？性別は書かへんねんけども、人数は書くんやんか？んで、そのね、人生の目的を神様が見て、あ、子供二人欲しいんかって、ね、人生の目的に書いてるって言ったら、ほんならね、神様は女性の子宮に数字を書くんやんか。子供二人欲しいですって、人生の目的に書いてるんやったら、2って書くんやんか。ほんで、3やったら、3人やったら3って書くんやんか。1人やったら1。ね、子供を、産みません。そういう人生は今回は勉強しませんって言ったら0って書くんやんか。そういうね、一応ね、標識って言ったらいいか、看板って言ったらいいか、子宮にね、数字を書くんやんか。ほんで、まあ、この世に転生するでしょ。で、大人になるでしょ。んで、いつかその女性はお空の、子供たちに、ママ候補に入れられるでしょ。で、子供たちにいろいろ、どの人をママにしようかって決めてもらうでしょ。その時に、子供たちは、ママの子宮に書いてる数字も見てるんやんか。あの人をママにしようかなって一目惚れで決めるでしょ。で、一応確認するんやんか。あ、3って書いてるって、ね。ほんなら、あのママをママに選べれるってね、判断できるんやんか。例えば、もうすでにそのママを選んでる子供たちが3人、いたとするでしょ？そのママは3人の子供を産みたい。3っていう数字が子宮に書いてる。で、もうすでに3人の子供が待ってますって言ったら、もうこれ定員オーバーになってしまうんやんか。だから、いくら一目惚れしたとしても、あ、もう3人待ってるわって、契約を、終わってるわって、ほんなら、他のママを選び直さないといけないんやなって思って、またそのモニターの中から誰ママにしようかなって選び始めるんやか。こういうね、面白いお話もあるんだよね。だからこうやって本当ね、肉体ってね、神様が作ってすごくね、時間がかかるんで、なかなか妊娠が、叶わないなって思う方もね、夢諦めずに、そうやって子供が欲しいなって思えたっていうことは、そういうね、人生の目的を持ってるっていうことやからね。変にそこで、夫婦喧嘩ばっかりして、で、結局離婚してってなったら、せっかく人生の目的を持って、このようにやってきて、んで、結婚も果たして、ね、妊活までやってたのに、その目的を果たすことができずに、もう結局、いつか、人生を終えて、天国に帰ってしまうっていうね、その結果をね、残してしまうっていうね、そんなケースもあるから、もう妊活なんかええわ、もうしんどいわ、疲れたわって、もう本当嫌な経験しかないって、たとえ再婚しても、もう自分はもう子供いりませんって、そういうふうなね、
やっぱしこりを残してしまうと、そういう判断をしてしまうでしょ。もうもうちょっともうトラウマになってからええわって、もう子供ええわって。で、そのまま人生の目的を果たさずに天国に帰ってしまうことになるんでね。だから、お医者さんにね、何も言われてないんやったら、本当笑顔の妊活を続けるだけなんで、ぜひね、いろいろ、その、パートナーといろいろ話し合ってね、楽しく、妊活を行ってください。今回はね、こういう、妊活のお話をしたけれども、どうぞね、今回のこの妊活のお話の中から何かね、こうヒントをつかんだり、こう心を、柔らかくするね、そういうきっかけになってもらえたらすごく嬉しいと思うんで、ぜひ今回のお話を参考にしてください。それとね、一つ言い忘れてたことがあったんで、もう少し今回のお話お付き合いください。さっきも、言ったけれども、お空で待っている子供たちっていうのはもう遊んでばっかりなんやんか。んで、お空の子供たちっていうのは、保育所とか幼稚園とか、ほんとああいうね、感じの子供たちなんやんか、ほんと幼稚園保育所の風景とすごく似てるの。もうずっと気まぐれに遊んでたりとか、気まぐれにママの観察が始まったりとか、お友達と遊んだりとか、ね、お友達とおしゃべりに夢中になってるとか、で、神様と遊んでもらったり、まあ一応神様が保育園とか保育所の先生みたいなもんやね。神様、神様言って遊んでもらったり、ちょっとお話聞かせてとか、ね。龍さんにまたがって、お空散歩連れて行ってとかって、ほんとね、もうノリの世界なんやんか。もうノリだけなんやんか。ね。んでね、例えばね、二人自分は、子供がお空で待ってくれてる契約二人ね、子供が決まってますって。んで、例えば、男の子。ね、男の子の方がさっきお兄ちゃんとして、ママのお腹の中に降りてきます。ね。で、もう一人女の子が待っていて、その子は妹として、お兄ちゃんの後に、ママのお腹に降りていくってね。そういうのもね、ある程度は決まってるんやんか。ね。先にやっぱり男の子の方がママのことを選んでるから、やっぱりこの子の方が先にお腹に行くっていうね。そういう契約なんやんか。ほんで、例えばその女の子の方が後にママを選んでるから、その、お兄ちゃんの後に自分がお腹に行くってね、そういうなんか約束事みたいなんが、決まるんやんか。僕の方が先ママを選んでるんやから、僕の方があれやで、先行くから僕がお兄ちゃんになるんやでって、自分の方が後でママのこと選んでるから、自分が妹になるんやでって、ね。で、まあそういうことも神様といろいろこう確認し合って、君は先に行くんだよ。君は、後で、ね、後で行くんだよって。んで、先に、例えばね、まあ予定通り男の子がね、その日が来ました。男の子がママのお腹に降りていきました。でもね、これね、子供って本当ノリやから、お腹に降りてきたはいいけれども、僕やっぱり弟がええわって言って、勝手に上に戻る子がおるんやんか。んで、やっぱり自分さっき言ってって、僕弟がいいから自分お姉ちゃんになりって、お姉ちゃんになってなさっきお腹に行きって、そういうことをね、勝手にする子がおるんやんか。それね、もうノリなんやんか。あ、やっぱやめたって。そんな感じなんやんか。ほんで、お腹にまあ降りてきました。ね、ほんで、あ、やっぱやめたって、もうちょっと後に、この世に転生しようって、もうやっぱりもう一回お空に戻って、おもちゃでもう一回、もうちょっと遊んどこうって、ね、超合金のおもちゃ面白いしって、お気に入りやし、もうちょっとおもちゃで遊びたいわって言ってね、勝手に上がる子がおるんやんか。めちゃめちゃノリで決めてしまう世界なんやんか。例えば、まだ、肉体が、さっき、神様が肉体作るって言ったでしょ？肉体がまだできてないのに、で、パパとママが営んでます。ね、すごくなんか盛り上がってます。あ、今行きたいって、会いたいって思って、肉体もできてないのに、勝手に降りてしまう子がおるんやんか。あれ、降りることができるんやんか。女性っていうのは、女性は筒があるんやんか。男性にはこれないんやけれども、この筒があって、透明の筒があるんやんか。んで、まあ、営みの時って、ここのね、筒がね、輝くんやんか。ピカピカピカって。ほんで、その筒、
筒をめがけてお空の、子供たちはやってくるやんか。ほんでその筒を通ってお腹に降りてくるって、背中が入り口になってるから背中からお腹に入ってくるっていう、そんな感じになってるんやんか。んで肉体もできてないのに、わーいって言って勝手に降りていくでしょ。ほんなら担当してる神様がこら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 って言って、まだ肉体できてないでしょって、勝手に行ったらダメでしょって言って、またね連れ戻すんやんか。それがね、いわゆるね、流産になるんやんか。一応ね、魂は降りてくるから、だからね、なんか妊娠のような症状とか、なんかその生理が遅れるとか、ね。で、そういうのはあるんやけど、何分肉体ができてない。肉体も一緒に持って降りてこないといけないから、だからね、流産してしまうやんか。神様が上に連れて帰ってしまうから、ね。だから、こういうケースだってあるし、ね、だからに、妊娠したけれども、なんか流産してしまったって、これ何回か繰り返してしまってるんやんか、とかって悩んでる方もいてるし、そうやって、一旦降りてきたはええけれども、やっぱ僕弟がええわ、言って、勝手に上がって、ね、また、上で過ごしてしまってるって。だから、一回降りてきて上に戻るっていうことは、これ一回妊娠を経験してるっていうことやから、いわゆる、魂が上に帰ってしまうから、流産っていうことになってしまうんやか。こういうね、ケースもあるから、ほんとね、妊活っていうのは、妊娠っていうのは、ほんとね、ノリで行動している子供たちを相手にしてるから、ほんとね、その大人たちの自分たちが、ご夫婦がもっとね、なんかリラックスした柔らかい頭と柔らかい心で妊活に挑んでいかないと、本当相手ってノリで行動するからね。だからそうやって流産なんかも経験してしまうから、やっぱりどうしてどうしてって苦しむんじゃなくって、あ、多分なんかノリでお腹に降りてきて、また気まぐれに上帰ってしまったんかなって、そういう風にニコって笑ってあげた方がいいやんか。またそこを変にどうしてどうしてって言って、眉間にシワを寄せて悩み続ける日々を過ごしてると、やっぱね、お空の子供たちはやっぱモニターで見てるから、全部もう言葉も全部スピーカーがあるから、全部声も聞こえてるし、そこでね、なんか、嫌な雰囲気になるんやか。嫌な雰囲気になるっていうことは、またね、お腹にね、行きにくくなるんやか。行ったら嫌がられるんかなとか、迷惑に思うんかなとか、断られたらどないしようとか、ね。それ、いわゆる中絶、中絶ね。中絶とかされたらどないしようかって、不安になってやっぱ怖くなるんやか。子供って、ほんとそうですよ。幼稚園児とか、ね。なんかいろんなことって、些細なことでも怖がるでしょ？だから、ね、それは本当にお空の子供も一緒なんやんか。だから、その嫌な雰囲気っていうのはね、伝えない方がいいんやんか。伝わったとしても、早く切り替えた方がいいんやんか。まあ、その嫌な雰囲気にならないでおきましょうって、これまず無理やから、どうしても、自然とそうやってね、眉間にシワが寄る時だってあるし、ため息だってつくこともあると思うんやか。それはもう人間のあるがままの姿やから、それはそれでいいんやけれども、いつまでもダラダラっていうのが、ほんとそれが上に全部伝わってしまって、上がどんよりしていくんやか、子供たちが。ね。いくら神様がなだめても、やっぱり一回はーって気持ちが沈んでしまうと、そこメンタル戻すのはすごく大変やから、やっぱ怖い怖いってなってしまうから、他のママを選び直した方がいいんかなとか、そうやってね、いろいろ、悩み始めるから、だから、たとえ、気持ちがね、妊活で気持ちが沈んでも、ね、もう早く気持ちがもう、気持ちを早くも落としてしまって、ね、でも、デトックスでね、涙とか、ため息とか、なんかこう、愚痴を言ったりとか、それでもうなるべく早くもう吐き出してしまって、早く立ち直った方が、嫌な雰囲気が、お空の世界に伝わりにくくなってくるからね。そういうのもまた次早く妊娠を叶えていくって、ね。そういうのがポイントになってくるからね。でもね、本当僕鑑定やってて、いろんな人の、この妊活の話、相談乗ってきたけれども、やっぱね、流産を繰り返す人って、その、子供がね、お空の子供がね、結構ノリでやってきて、またノリで上に帰ってしまうっていうケースがね、多いんやんか。本当
ママのことをそばで感じたくて、お空でモニター見るって言っても限りがあるから、やっぱりほんまにお腹まで降りてきて、そばでじゃないと感じることができないことってあるやんか。ママの匂いとか体温とか、あれはさすがにモニターでは感じることできないから、だからついつい来ちゃったんだって言って、お腹に降りてくるんで、まあ言うても肉体がまだできてないから、またお空に帰って、それが結果的に流産という形になってしまうとか、本当ああいう世界やから、そういう子供たちを相手にしてるから、だから本当に、まあ落ち込んでもいいけれども、早くね立ち直って、すぐにこう笑顔の妊活に戻ってほしいね。あ、なんかママの私の匂いを感じに来てね、お腹降りてきてくれたんかなとか、体温を感じたかったんかなって、何か理由があってお腹に降りてきて、まだタイミングじゃなかったからまたお空に戻っていったんかなって、そうやって判断してほしいのね。実際本当こういう話がね、僕鑑定しててすごく多いからね、ほんとノリで来て、ノリで帰ってしまって、で流産でしたとか、ほんでまあお空の子供に更新するでしょ、なんでお腹に降りてきたんってね、あノリで遊びに行ったとか、ママに会いたかったからとかって、本当ねそんな返事が返ってくるから、だからねこういう理由もあるからね、だからまあ特に体、肉体には何も問題がない、普通に妊娠すると思いますよってお医者さんに言われた方は、ぜひね笑顔で温度差をほんと合わせながら妊活に励んでほしいんやんかね。ほんとリラックスして笑顔でね妊活してたらうまくいくんでね、ぜひ今回のお話参考にしてみてください。今回は以上です。今回のお話がすごく面白かったよ、ためになったよ、そうやって言ってくれる方がもしいてるんやったら、ぜひチャンネル登録してください。今回のような面白いお話いっぱいしていくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。それといいねとスーパーサンクスでの応援もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。